前回までのあらすじ。アドデック9を世に発表した創薬センター長の木戸もまたその莫大な利権に取り込まれた一人に過ぎなかった。未完の新薬のために繰り返される人体実験、八神はその証拠を手にしたかに見えた。しかし全ては闇に葬られる。人類を救う新薬、その正義の名のもとに。 BGM 違ったな。ファイナルキャプチャートカゲの尻尾というわけで、どうもこんにちは、マッキーです。今回もジャッジアイズ死神の遺言やっていきたいと思います。まさかの最終章、ここから終われる終われんのか。証拠はどうすんだよ。てか店員さん結構お静かだね。平然としてんじゃん。思ってたより随分ひどいな黒岩が来たんだって。ああ、たった一人でな。なのにこのざまだ。チキシュ。まさかカイトさんが普通に負けるとはな。けど連れて行かれちまった。そっちは何があった。ショーノの秘密ラボを見つけた。でも警察はそこを捜査しない。なんだ。知見の検事生もアドデック9の一味だった。だと残ってた証拠も今頃綺麗に消されてんだろうな。消せるもんか。あれ別の施設に移動するのかな。お、それとは別にもう一つお知らせがある。ああ、そっか。なんだよ。杉浦がどうかしたか。杉浦の秘密ね。ああ、こいつは杉浦じゃなかったんだ。ああ、お前寺沢恵美の弟だったのか。なんで隠してたんだよ。弟さんがいたのは知らなかったのか。八神さん、もともと僕は八神さんに思い出してほしかったんだ。ん、何を。姉貴を死なせたことだよ。インチキ弁護士が人殺しを野放しにした。そのせいでエミは焼き殺された。ああ、そうか。杉浦から見たら俺は姉を死に追いやった張本人ってことか。まあまあまあ、確かにそうなるよね。大久保新平が出てこなかったら、まあ寺澤さんは死ななかったって思ってたからね。その庄野がやったんじゃないっていうことだったらね、大久保がやったってことならね。続けてくれ、俺に遠慮はいらねえから。あの事件の頃僕はずっと引きこもりのニートでさ。あ、そうだったの。そんな僕にさえ姉貴はいつも優しかった。なのにある日、真っ当に生きてきた姉貴が本当に急に理由もなく殺された。どんなに理不尽なことが起きても世の中は何の問題もなく回り続ける。うん、そんな社会が僕はますます嫌になったよ。もしかして窃盗団に入ってた理由はそれか。ああ、それで義足を。少なくとも僕は世のため人のためって気分では生きてなかったから。エミが殺された時、八神さんは僕にも僕の親にも謝らなかった。じゃあそん時に会ってたのか、お前ら。面識あったんだよ。ただ当時の僕は顔も見えないようなロン毛でメガネ。そうだったの。今とは別人だったからね。イケメンだったのにね。出なきゃ忘れてない。人殺しをかばうのか。あんたも人殺しの仲間だ。あんたらからそんな風に言われるのがあの頃一番応えた。けど大久保君は無実を主張していた。その弁護を受けてた俺が謝るわけにはいかなかった。ああ、なるほどな。俺が謝れば大久保君の有罪を認めることになる。じゃあ裁判が終わった後は
謝らなかったな。俺はあの後何もかもから逃げてた。そうだよね。八神さんは法廷からも離れて社会的に抹殺されてた。大久保にも死刑判決が出て、だから僕もそれで納得するしかないと思ってた。いや納得できないでしょう。じゃあまたなんでターボーの前に現れたんだ。あんたが八神さんがモグラの事件でまた法廷に戻ってきたからさ。法廷に戻ってないんだけどな。ヤクザの頭を無罪にしたとか言って。弁護士として戻ったわけじゃない。そんなの旗からじゃわからないよ。だからどういうつもりなのか確かめてやろうと思ったんだ。もしもエミのことすっかり忘れて、いや忘れるわけねえだろ。また当たり前のように弁護士に戻るつもりなら、自分のやったことを思い出させて必ず思い知らせてやるって。それが俺らに近づいた理由か。そうだよ。それに大久保の様子も知りたかった。ちゃんと毎日死刑に怯えているかをさ。あ、弁護士なら死刑囚とだって会えるからね。だから会いに行けって言ってたんだね。なのにその大久保に冤罪の可能性が出てきたってわけか。あんたたちといなきゃ気づきようがなかった。皮肉だよね。杉浦も俺らと一緒に行動しながらずっと迷いがあったってわけか。いや杉浦くんは結構その寺澤さんとか大久保の件になるとすごい首を突っ込んできたのは、まあその弟だったからで、まあ結構言われてたよね。そう、杉浦ちょっと言い過ぎじゃねみたいな、海藤さんが止める場面が結構何回かありましたけど、まあそれはそういうことだったというわけ で、 で仮面をつけて今戻してたのは何なんだったあれは何だろう。その仮面をつけてた時の話は、その仮面をつけてやろうみたいな。で合流して仮面外した時から撮ったみたいな今の演出だったのかな。そういう解釈でいいのかな。ちょっと分かりにくかったけど。事件拡散に戻って真犯人が出てきた。しかもそいつは小野。ありがたい新薬の開発者だ。この先世界に感謝されて生きていくんだよ。なあ、エミを何度も刺して火をつけた男が。いやムカつくよな。大丈夫だ、みんな真実を知りや奴の正体に気づく。今日人殺しのあいつを守るために敵は一丸になって証拠を握りつぶしたよ。あ、そうなんだよね。都合のいいように真実をねじ曲げてみせた。僕の目の前でなら真実なんて大竹無駄だ、クソくらいだ。そうでしょ八神さん、違う。まあ圧倒的な権力を目の前にしちゃったからな。エミちゃんが死んで以来真実を追うことからずっと逃げてた。突き詰めれば彼女を死なせた責任が俺にあるかもしれなかったからだよ。そんなのとまともに向き合うなんてできなかった。ターボ、でもやっぱり誰にでも一つや二つ絶対に目を背けちゃいけない真実っていうのがあるんだと思う。そいつと向き合って初めて前に進めることもある。お前が俺に近づいてきたのも心のどこかで真実をはっきりさせたいってそう思ったからじゃねえのか。そうだね、進むためにあったんでしょ自分が進むために。それはすごいことだよ杉浦君。まあ実際八神さんが進めたのも杉浦君のおかげみたいなところもあるしな。もしそうなら俺らにはまだやるべきことが残ってる。無駄でも何でもやっぱどこまでも真実を追うしかねえんだよ。でも八方塞がりだぜ。それがどうした。なんとかするだけだな、タボああ、おい参ったな、こりゃ。
お電話か。真実というか自分の中で答えをはっきりさせたいみたいなとこなんだよな。森田検事生のことで話が。お前まだカムロ町にいるのか。うん、テンダーにいる。大丈夫？それで今から来てくれない？私監視されてるみたい。ああ、まあ監視されてるでしょうね。うん、店に入るまでずっと見られてた。気のせいじゃないと思う。また厚労省で雇ったホームレスたちか。それとも検事生の手先かもね。分かった、すぐに行く。ありがとう。聞こえてた。俺も行くぜ。行ける？東は杉浦を見てろ。え？ちょ、え？大変だね。頼むよ。出発。お、メッセージが来たぞ。あ、メッセージでも見れない？なんで？どういうこと？杉浦くん頼むよ。東さん。とか言いながら、なんだろう、これ、なんか小言も言わないってことはもうさすがにいいやつすぎるわ。さすがだよ東さん。よし行くぜ。おふざけんなマジで。小賀ハバイバーイ。あー、ちょ、カイトさんが戦っちゃってる。おらーしんどけちょっとカイトさんはうわー言うとるし大変だよこれ。よし行きましょうテンダー。さあというわけでやってまいりました。テンダーいるか？敵は見た感じいなかったけどな。よマスター、今日はマリネーがいないみたいだね。出勤中かな。ありがとう来てくれて。そりゃ来るよ。外どうだった？誰か見張ってたりとか。ちょ、ハンマーで人殺してきた。どうかな今は大丈夫そうだった。隣いいか。ごめんね。顔腫れてますけど。そうなんですけど、ちょっとな。黒岩くんが強くてね。森田検事生のことで話があるってそう言ってたよな。うん、今夜の検事生見たでしょ。今までのあの人からは考えられない態度だった。幻滅した？別人みたい。別人？そこまでいく？法よりも政治の方が大事みたいな。ああ、検事生はアドデックナインに取り込まれてる。あの人は私が検事を目指すきっかけを作ってくれた。うん、沙織さんから聞いたその話。母がひき逃げにあった時、まだ小さかった私を勇気づけて導いてくれた。検事生は真冬にとって初恋の人だったっけな。ちょっと初恋の人って言われるとね、八神氏もね、ちょっとちょっとね、ちょっとなんか複雑な気持ちありますが。そうらしいな。ただそんな検事生がなぜアドデックナインに着いたのか、私一つ心当たりがあって。あるんだ。ん？もう10年くらい前、検事生の身内がある事件を起こしたらしくてね。事件？もしかしたらそれが森田検事生を動かしたのかも。どういうことなんだ？待って、私も細かいところまでは分かってないの。どういうこと？この後に及んでいい加減なこと言いたくないし。噂レベルでもいいよとりあえずは。それでその事件を担当してた元刑事とさっき連絡が取れたの。今から私に当時の捜査資料を渡してくれるって。本当に？どこで？カムロ町の児童公園。ただ私監視されてるみたいだし、一人じゃちょっと。ああ、そういうことね。つまりあれか、俺らに用心棒やれって。1日8万円だけど大丈夫？そのつもりだったけど、カイトさんはその状態だと。ああ、全然大丈夫ですこんな怪我くれになんでもね。うちのゴリラはね、いけるんですよ。引き受けたな、タボ。事件の資料俺らにも見せてくれるか？もちろん。わかったならエスコートさ。エスコートよく言うぜ。損得じゃねえだろ、真冬ちゃん守んのは。うう、言ってやれ。うん、うん、もうキムかお前。お、キムやお前、
このタイミングで出てくんじゃねえよ。バカなのかお前。エスコート、自動公園までお願いできる？よし行こう。よし行こう。お願いします。はい、任せください。さあもうこっから監視がいるわけでしょ。倒しながら行かないといけないってこと？まあ、景品同盟もいるんだけどね。怪しい人とかいない？どうかな。俺が怪しい人だもん。お、来た。俺ら呼んで正解だったぜ。ていうかこいつらと景品同盟早速かかってくる気だな。バチバチにやらせればいいんじゃん。監視だけなら近づいてこねえだろう。もしかしてこっから公園までずっとこんな感じか。私どうしてたらいい？応援ください。ちょっとだけ離れてな。すぐ片付けっか。よしやるか。やるぞ海藤さん。よし、もう景品同盟とやっててくれ。頼むよ。やっちゃえやっちゃえ。バカ野郎お前。マフィー、最初にマフィーさんに近づくなんてなってないね、礼儀が。ヤガミ君ありがとう。頑張って頑張って。よっしゃ。単純。俺にはないのかよ。海藤さんもファイト。はい、来た。よーし、真冬ちゃんも見てることだし気合入れてきゃ。厚生労働省の資格、真冬を守れ。オッケー。すげえ、真冬さんがいると EX ゲージとか回復できるんだ。おいしょ、吉川です。吉川じゃねえぞ、吉川だ。ほら、あ、ていうかあの状態もなくなってるの。あの、なんだっけ。おいしょ。真冬危ない。てか何この技。おいしょ。ダブルアタック。おー、かっこいいやつ出たね。やるじゃん。よし、真冬さんちょっと近づきすぎなのではないか。また来た。これ景品同盟のホンダ派だろ。ホンダ派のやつ出てこいよ。ほらほら、おいしょ。お、バカ。おい、そんなことはさせる。よし、待って待って待って、よいしょ。ハッケイ、ハッケイが全然当たらん。ほら、やった。あと一人か。いくよ。ファイヤー。オッケー。よし。絶対、葛西呼んできた方がいいって。葛西を、あの、なんか、あいつバカだからさ。あいつ呼んだ方が早いと思う。ちょっと、マフさん危ないよ。全然当たんないんだけど、なんで。よいしょ。終わり。こっちや。じゃ、味方も来てくれないしさ。てかなんでこういう時だけ誰も歩いてないの、一っ子一人。せっかく仲間増やしてんのさ。あー危ない。あー、暴行罪。武器、お、カンフ行く。カンフ行こう。カンフ行こう、ヤガミさん。あれどこだ。おいしょ、おいしい。あれ、ヌンチャクどこある。おいしょ、ヌンチャクがないな。ヌンチャクがないからしょうがない。あー、真冬さんが。ちょっと待って待って待って、真冬さん今一発やられたな。許さねえぞ。ほら、あったあった、ヌンチャク。はい、あいや、オッケー。よし、
トモファーも行くか。ああ、やっちゃった。やーべ、一発食らっちゃったね、マフーちゃん。でも待ってて。次はトモファーの出番だよ。トモファー。ほらー。よし。だっていろんな武器使えるのはいいな。よいしょ。ヤガミさんはね、あれなんだよね、ドスだけは使えないからさ。はいしょー。ドスは一応ね、あの銃刀法違反だから使えないんだよね。龍が如くはね、銃でバンバン撃てたけど、そういうわけにいかないんだよな。スマイルバーがいけないかな、入れないんだ、しょうがねえな。よし、自動コインだ。よーし、来たぞ。あれ、こいつ、こいつあれじゃん。あん時の馬好き探偵じゃん。何してんの？何してんの？え、てか、ここで終わりじゃないの？あ、二人が来ないからってこと？お二人さん、何してんの？ちょっと、こっちだよ。こっち。うん、こっちだよ。うん、真冬さん、こっち。うん、こっちだよ。え？ちょっと待って、どういうこと？これなんで終わらないの？これなんで終わらないの？カイトさん？早く歩いてきて。こっちこっち。カイトさんが入んないと終わらないパターンかな？あれ、なんでこれ終わらないんだ？あの、俺が悪いのかな？あー、来た。え、どういうこと？バグってたな、今の。先に来ちゃったんだけど。ああ、ヤガミくんだよ。私、ヤガミくん。オッケー。オッケー。終わり。大丈夫か？カイトさん。よし。これでいけんのか。ちょっと先に進みすぎたわけね。相手はもう来てるはずだけど。ああ、馬月探偵ね。元刑事っつってたっけ。馬月探偵、元刑事だったんだ。へえ。宇沢さんですね。宇沢って言うんだ。ああ、そうだよ。ん？あれ？あ、馬月の探偵？八神探偵事務所。おお。ご存知でしょ？あんた元刑事かよ。それがこんなうさんくさくなっちゃって。お前に言われたくないよ。知り合いだったの？ケンジさん、なんでこいつらを連れてきた？八神くんは私のそのボーイフレンドよ。ボーイフレンドという。おー、言っちゃった。おー、告った。違う、テレンネックな。なんなんだこいつら。おー、おー、ノリについていけないって。ごめんね、うちやの話だからね。ね、どういう事件だったんだそれ。10年前、森田健二生のお兄さんがね、母親の首を絞めた。え、何その事件。なんで。介護殺人。あ、検察官の身内が肉親を手にかけた。あ、わか、あ、母親がアルツハイマーで介護してたってこと。母親は70歳過ぎで重度のアルツハイマーだった。ああ、なるほどね。認知症の介護をしてたのか。ああ、重度の認知症患者は目を離せば何をしでかすかわからない。料理をすれば火はかけっぱなし。週に3日は夜中に外を徘徊した。ああ、えっぐ。それを施設に入れたくてもどこも順番待ち。結局検事生の兄がずっと一人で母親を見てた。責任感の強いお兄さんだったみたいね。仕事も辞めてお母さんと同居。忙しい検事生に負担をかけまいとしてた。だからろくに休めず眠れず、それを事件が起きるまで7年も。7年。でもな、そんな息子に母親は毎日暴言を吐いたり暴力も振るったんだよ。ああ、そりゃきついな。なんでそんなことを。分かんなかったんでしょ。全員ではないけど、認知症特有の症状や、アルツハイマーになって環境や薬で抑えられる場合もあるけど、うまくいかない時もある。
そして事件が起きた時、検事生の兄はノイローゼが続いてた。多分もうずっと前から限界を超えてたんだろうな。ああ、その結果起きたのがこの事件か。犯人は事件の後どうなった？犯人っていうかお兄さんね。母親を殺した後、自分も首を吊ったが未遂に終わった。そうなんだ。そのせいか執行猶予がついて。じゃあ今は。でも結局は翌年に自殺してる。なんてこった。救えねえな。実の兄が病気の母親を殺した挙句に自殺。うわ、それでか。こういう人をもう今後増やしたくないっていうか、そういう思いもあってそのアドデック9にはかけてるみたいなところがあるんか。うわ、それはまあ森田さんの視点から言うと、あー、アドデック9が正義になっちゃうのか。なんかね、どこの話もね、その人の視点から見るとなんか、うん、まあ確かに正義みたいになっちゃう時あるんだよな。身内が事件を起こしたことで検事生はしばらく中央から外されてた。真実あるんだけどね。でも今はもう済んだこととされてるみたい。あの人が優秀なのは誰もが認めてるから。検事生にとってアルツハイマーは自分の家族を苦しめた仇か。そうなのかもね。もしアドデック9があれば悲劇は防げてた。そしてこの先起きる同じような悲劇もアドデック9が完成すれば防げる。だから検事生は向こう側についた。金で動いたわけじゃねえ。保身のためでもね、てめえの正義のためってわけだ。わからなくもないかな。そうね、木戸とかよりは全然真っ当なんだけど。そうか。お、そうか。正義のためなら何人殺しても構わないって。綾部を冤罪にしてエミちゃんの死は見て見ぬふり。大久保くんも見殺しだ。まあまあそうだよな。それでも新薬の方が大事ってことか。それを正義だって言うのか。冗談じゃねえ。森田に正義があるならこっちにもある。俺は連中に踏みにじられた人たちを守る。殺されたエミちゃんの無念を晴らす。なるほど。なんだよ。ああ、いや、お前元弁護士ってのは本当だったんだな。いや、嘘つかねえだろ。元じゃない。バッジはまだ持ってる。そうだったな。もうギャンブルはやめとけよ。あんたには向いてねえ。ああ、当たんねえから。うるせえ。この書類、私より八神くんが持ってた方がいいと思う。ああ、ありがとう。てかその資料って、あの馬好き探偵個人の書物か。タボ、真冬ちゃんのことしっかり送ってやれよ。気が利くじゃねえか、書いてほしい。真冬さん、どこに行く？とりあえず現代法律事務所行く？ねえ、沙織のとこに寄ってきて。気が合うね。いいけど。気が合いますね。あの子、私と八神くんでいると嬉しそうにするし。え、じゃあ通所でも送ってやる？まあいいよ。俺も今夜のこと沙織さんに報告しようと思ってた。どうして？軌道をカムロ町に誘い出したの沙織さんなんだよ。ハニートラップ。そう、ハニートラップで。何それ、嘘でしょ。嘘じゃないのよ、それがよ。というわけで写真撮ります。笑って。お、いいね、いいよ。はい、ピース。よし、行くぞ。沙織さんに送りつけてやりたいんだけどね。あいにくメアド知らないんだよね。よし。あ、え、何してんの何してんの。お、え、あ、写真撮っとけばよかった。あれ、八神さん、こんな遅い時間に。あれ、てめえ法律事務所だぞ。何してたのかな。
何ってそんな。ラブコメか。やっぱ帰るか、マフィ。あの、木戸の件、その後どうでした？冷静だな。ああ、でもその前に二人何してたのか聞きたいね。いや、本当ですよ。何言って？星野くんが。あーと、誤解なんです。あ？いや、誤解じゃないか。愛の告白？誤解か。次、また頑張ろう。おお。案外まんざらでもなかったんだな、沙織さん。いいよ、いいコンビだよ。尻に敷かれてくれ。私も聞いたことあります、星野くん。森田健二生のお母さんの件。あ、聞いたことあるんだ。結構有名な話。じゃあ検察は完全にアドデックナイン側についてると。少なくとも健二生はだ。真冬がいるからね。一ノ瀬とグルになって秘密ラボから俺たちを締め出したんだからな。八神くんがラボに行く前、検事生に報告したのは私なの。やっちまったな。あの時せめて泉田検事までにしとけば。いや、泉田検事じゃダメだろ。いや、泉田だって向こう側の仲間かもしれない。真冬さんだけで来てくれてよかったんだけど。今誰も信用できないよ。そんな、あの、ちょっといいですか。お、どうした。そんな敵を相手に弁護人って僕でいいんですかね。綾部刑事の裁判。そんな大丈夫だって。ん？なんだよ。沙織さんが行く？星野くんじゃ無理だと思います。もうここは八神さんじゃない。はっきり言うじゃん。ちょっと冗談やめようよ。ここにいる誰一人冗談なんて言ってない。八神さん、敵はアドデックナインの利権でエミさんを死なせた人たちです。エミさんや大久保さんのためにも、ここは新谷先生のためにも。新谷まで出てくるか。正々堂々法廷で八神くんの正義を見せる時じゃないの。逃げちゃダメです。逃げちゃダメだ、はあ、かもな。お、行くか。ああ、じゃあ源田先生と綾部さんには僕から伝えときます。これって世間的にも結構ニュースですよね。いや、どう転がるかわからんな。法廷に立つなんて賛否あるでしょ。何があの八神だよ。でも分かった、二人の了解が取れたら綾部の弁護は俺がやる。嬉しそう。そのためにもまた新しい証拠を探さないとな。証拠っつってもな、どうする。真冬さんと喋れないのか。そしたらさっきの僕と沙織さんのこと。ああ、ん、手握ってたこと源田先生に言うよ。源田先生はご内密に気まずくなっちゃうんで。蚊帳の外に置くの源田先生を。それはそれでひどいんじゃない。沙織さん、真冬のこと送ってあげてくださいね。はい。てかタクシーでしょ、神室町じゃないでしょ、住んでる場所。行こっか。おう、私がタクシー乗るまでは見ててくれる？どこ行った。はいはいはい、行こう。真冬さん、こっから降りるけど、降りてこれる？来れの？来れの？お、現れたな。現れたな、真冬さん。飛び降りてきた、ちゃんと。よーし。じゃあ、真冬さん、今日は帰ってお休み？今夜はありがとう、八神くん。ハグでもしとく？あれ？あ、ちょっと待ってて。電話か。くそ、邪魔しやがって。泉田健二から。あ、そういえばちょっと前に留守電も入ってたんだ。何？留守電は聞いたのか。何か話があるって。未条例にいるみたいな。あ、この時間に未条例ってことは、じゃあアルコール抜きの話か。早く出てやれよ。お前はこのまま帰んな。電話も出なくていい。え？泉田も向こうの一味って可能性があるからな。でも代わりに俺が行くよ。もう行く？大丈夫？いや、一応上司と部下なんでしょ。分かった。泉田健二、無茶しないでよ。同僚じゃん。電話にも出ないって結構なっけどな。